鉄道趣味で人生を豊かに溝口駅長なさライブです。今日のテーマはモバイルバッテリー。もう今や必需品ですねえ。スマホがあれば当然セットでモバイルバッテリーっていうのもね、必要になってきます。まあ、だいぶね、スマホの充電の持ちもどうでしょうかね。良くなったかなと思いつつも、まあ、ほぼほぼ もう使う人は四六時中使ってますしね。いくらバッテリー容量増えてもなくなっちゃうのも早いです。ということでね、まあ、モバイルバッテリー、充電器を、えー、一緒にね、持ち歩いてる人も多いかと思います。私もやっぱり出かけるとき、まあ、やっぱりあの大丈夫かなと思っても念のため持ち歩くことが多いです。で、私はですね、 まあ言うほどその、えー、持ってはないんですけれども、こちらですね。こういうやつ。えっ、ー、と、アンカーというメーカーのモバイルバッテリーでね、比較的、えー、アンカー製としては小型な方かなと思って使ってるんですけれども、えー、大容量で、えー、まあ大きくない、まあ比較的コンパクトなものということで気に入って使って、 おります、えー、と私が使っている iPhone SE ですけれど、まあ、そちらの端末で、まあ、フル充電3回分ぐらい、えー、この1台でできます。はい、ので、まあ、ちょっとした、えー、お出かけの時とかには十分、ね、対応できるかなと思っています。あと、ポートがですね、えーっと、充電用のポートが1個と、 出力用のポートが1個ということなんで、まあ、同時に2台とか3台とか充電したいっていうニーズにはちょっと答えられないんですけれども、はい、えーまあ、スマホ1台ということであれば十分かなと思います。でまあ、シンプルな、ね、黒いデザインで、あとこちらにね、えー、充電残量のランプがございまして、4つランプが点灯すると、えー、フル充電状態ですね。このバッテリー自体がフル充電状態だよと。 いうことで、このランプが減ってくると、あのー、残量が減ってるなっていうのがわかるというものでございます。私結構このアンカーっていうメーカーが気に入っててよく使ってますね。はい。で、あと、まあ、えー、バッテリーも大事なんですけどね。やっぱり、あのー、充電するときにまあ早く充電したいと思うと思うんですが、あのー、 バッテリーがだけ良くてもダメで、ケーブルですね。充電ケーブルも、あの、大出力に対応したようなケーブルじゃないと、いわば、えーまあ単線と複線だったらどっちの方が早く、えー、ものが流れるかっていう話でね。まあ、あ大容量の、えー、線を使わないと結局電流が流れないので、充電が遅くなっちゃうということになります。で私お出かけの際はですね、こういう、複数 <laughs>、 口がついてる、なんかまあ10得ナイフみたいなね、えー。こういうケーブルを使っています。私使ってるのはまあ、iPhone SE なんで、あのライトニングケーブルと、あと USB Type-C ですね。で、まあ、通常のといいますか、Android とかに対応している Type-A でしたっけまあ、こういうね、えー、口のやつを使っております。はい。 これがね、だからこれを使えばですね、一応さっきのアンカーの USB ポートが一つしか口ないんですけども、<laughs> えっと、一つの口に挿して3本出力があるので、えー、まあ、タイプがの違う口じゃないとダメですけどもね、えー、3種類の口に同時につないで充電することは可能となっております。まあ、探せばね、あの、この、えー、っと、先の出力の、えー、っと、USB ポートの 形がね、えー、同じやつで2つとか3つとかいうのもあると思いますので、まあ、用途に応じて探されるといいんじゃないかなと思います。もちろん、あの、スマホ買った時に付属している、えー、ケーブルを使って、えー、充電、モバイルバッテリーにつないでっていうね、やり方をしても、えー、大丈夫です。はい。前はね、これのもう一個大きいやつ、えっ、ー、とね、ポートが えっ、ー、と、出力のポートが2つついてるやつを使ってたんですけど、さすがに重い <laughs>、えー。大きくて重かったんで、ちょっと毎回持ち歩くのは、えー、煩わずらしいなと思ったんで、少し小さめのに買い替えました。でも、前のやつも、えっ、ー、と、別に、あの、劣化してるとかじゃなくて、使えるので、 あの、嫁さんに、えー、妻に譲ってます。別に今も普通に使えてます。もう4、5年使ってるんじゃないかな。結構長く使ってますけどね。えっ、ー、と、私のこれも、これは1年ぐらいかな。えー、ですけど、まあ、特に劣化とか気になる兆候はございませんので、アンカー製品お、おすすめでございます、まあ。もちろん国内メーカーのね、えー、バッファローとか、エレコムとか、 まあそういうメーカーのものでも、えー、もちろん問題ございませんので、まああとは好みの世界だと思います。はい。ということで皆さんはどんなモバイルバッテリー、えー、お使いでしょうかもう何かおすすめがあればぜひコメントの方でね、お知らせください。もう本当にね、えー、まあ外出先で充電っていうニューズはありますよね。まああとはそのコンセントがある喫茶店とか、 に入って充電させてもらうっていうね。まあよくお世話になるのはスターバックスとか、えー、ドトールとか、まあそういうね、えー、マクドナルドもあるかな。そういったところにね、まあ、充電したいからカフェに入るっていう時もありますね。うんで、あの、充電、えー、コンセントあるのかなと思って入ったらなかったりとか、あるいはもう席が埋まっててね、コンセントがある席が使えないなんていうことがあってね、どうしようなんてことありますね。 はい。もう本当にスマホがないと何もできない世の中なので、まあやっぱりモバイルでバッテリー、ね、何かの備えということで持っておかれた方がいいと思います。あとね、ちょっとね、最近ね、あの、あってほしくはないんですけど、自資金がね、増えてますので、まあ大地震、震災みたいなことがあった時に、やっぱり充電できないと連絡も取れないんでね。まあそういう意味でも、まあお茶歩いた方が、 安心かなという気はいたします、はい、ということで今日は私が使っているモバイルバッテリーのお話でした。<laughs>